あなたはもう完全に包囲されている。諦めて降参してください。これからどうすればいいんだよ。ちくしょう、イライラする。なあなあなあ、今だ、あの人なんであんなイライラしてんの。通信容量切れだそうです。あ、じゃあお前ちょっと前の今田と一緒じゃん。あんなにイライラしてません。イライラしますよ。私マジでもう体全身がイライラします。似てないです。ジロータン、私今田美穂だよ。あのね、今月も足りないの。似てないです。へい、私今田美穂22歳容量が足りないんです。似てないです。うん、私どんな今田美穂、女の子、博多出身の今田美穂。似てないです。ちょっと思い出した、博多出身じゃ。今田、はい、ちょっと博多弁でやってくれよ。ちょっとそれじゃあちょっとやってみますね。今田の博多弁いく。3、2、1、どうぞ。通信容量足らんくなってしもうた。サトシャンどうすると。ごめんなさい、本当にちょっとよからぬ言葉が口を出そうなのでちょっとそれは差し控えますけども、あの少なくとも言いましょう。ありがとう。あの本当にね、かわいすぎて無理。あのお前らさっきから何やってんだよ。背中がぞばだろ、お前ふざけやがって。すっごいいいとこなのお前。君はもう完全に通信料を使い切ってしまった。しょうがないだろ、見たい映画とかドラマがいっぱいあったんだよ。通信料を気にせず動画やゲームをやりたい、そんな時に、今だ、はい、ちょっとすっごいいいの思いついちゃった。ちょっとおハニー、ちょっと待ってろ。何ですか。あのさ、あのせーのって言うから、俺せーのっつったらさ、なんか二人で一緒にさ、どんな時もワイワイっつってさ、言ってやろうぜ。オッケー、せーの、どんな時もワイワイ。痛いです。かわいいな、ごめんな。よし、じゃあもう一回行こうか。はい、行くぞ。せーの、どんな時も Wi-Fi 痛い。通信容量無制限、どんな時も使える。それがどんな時も Wi-Fi。 通信量無制限確保。どんな時も Wi-Fi で検索。